どうも、淡路島の椎茸研究家、奥田製作所のケンです。ちょっと前に実際の原木椎茸栽培の様子を解説。と言ってもほぼ写真での解説ですが、その後進展がなく止まってましたよね。やっと次のステップに移ることができました。今回は木と木の隙間を開けて並べる本伏せという作業について解説していきます。本伏せは新鮮な空気と水を与えるだけでなく、カビを防ぐ意味もありましたよね。そんな本伏せの解説に行く前に少し期間が空いたので、これまでの流れをおさらいしてみましょう。まずは木。木は奈良とクヌギが一般的ですが、広葉樹なら大体椎茸は生えてきます。まずは簡単に手に入る広葉樹を調達してみてください。タイトルを押すと出てくる概要欄から木の種類と見分け方を解説した動画へ飛ぶことができるので、まだ見てないよという方は先に見てみてくださいね。次に金。金は成形金、オガ金、コマ金と3種類あり、私たちは質の高い椎茸が生えやすいオガ金を使ってます。こちらも別動画でボツや取り出し方を解説しているのでチェックしてみてください。お次は切り。螺旋切りとストッパー切りがありましたね。簡単にまとめると、螺旋切りは穴の深さを調整できるけど、ストッパーが別に必要。ストッパー切りはそのまま使えてあら便利ですが、穴の深さを調整できないということは金の量を増やしたり減らしたりできないということです。詳しくは概要欄から動画をチェックしてみてください。以上の3つが整って、次は植菌作業ですが、安全と汚れに配慮した姿でドリルを使って菌を植えるための穴を開けます。ポイントは千鳥状に開けていくでしたね。これが一番効率よく椎茸菌が木に伸びていきます。穴が開いたら菌を準備し、手や移植機を使って菌を植える。オガ菌の場合は風呂か発泡線で蓋をする必要があります。それぞれ別動画で詳しく解説しているので概要欄からどうぞ。植菌作業が終われば最重要と言われる仮伏せ、木を薪のように積み上げビニールで覆って保湿する作業のことでしたね。ここでは納屋の環境を意識して作ることが重要です。そのための4つの条件は、風が当たらない、温度が低い、酸素がある、暗い。こちらも詳しくは概要欄から動画を見てみてください。と、ここまでが実際にやってることでしたよね。今回この仮伏せが完了し、新たに解説するのが本伏せです。2021年の今年は過去最速で梅雨入りしたこともあり、おいちょっと待ってくれよーと戸惑ってる椎茸農家の方が容易に想像できます。なんせ私たちも戸惑ってますから、まさに毎年1年生。余談はそれぐらいにして、実際にどのように保湿重視の仮伏せから風通し重視の本伏せにするのかを見ていきましょう。まずは本伏せに移る時期の見極め方ですが、大きく分けて基準が3つ。時期、温度、見た目。例に挙げると、もう5月の中旬だからそろそろ本伏せにしないとね。これが時期を基準にした例。